も、自炊教師の高間です。このチャンネルでは、見るだけで料理がうまくなるをコンセプトに、簡単で美味しいレシピを日々投稿しています。で今回紹介するですね、チキンステーキはもう鶏肉好きの方におすすめです。これなんでおすすめかっていうと、もうこれね、もう最後お肉をね、余熱で火入れするんですけど、こうすることによってもうお肉がふっくら仕上がってめちゃめちゃ美味しくなるんですよ。なのでこの動画をね最後まで見て作り方を覚えられたら、あのシャレオツのカフェのねランチに出てきそうなチキンステーキがお家で作れるようになっちゃうんで、ぜひ最後まで見ていってください。それでは作り方紹介していきます。それではね、調理工程なんですけど、まず鶏ももを下処理してもらって、次にね皮面に焼き目をつけてもらって、最後余熱で火入れするっていう3ステップで今回は作っていこうと思います。では材料の方がこちらです。まずね鶏ももこれ1枚ですね。であと塩と胡椒とオリーブオイルはこれ小さじ2ぐらいです。でこの他に盛り付けの時にサラダを使います。まずね鶏ももを下処理していきます。鶏もものね、下処理なんですけど、まずこういった、お肉からね、はみ出てるところを切り落として、形を整えていきます。こんな感じに切ってもらって、あとはね、こういう風に縦に筋が入ってるので、それに垂直に包丁を入れて、筋切りしていきます。こんな感じですね。形を整えてもらって、筋切りができたら、下処理は完了です。下処理がね、できたら、塩と胡椒を両面に振って味付けします。まずね、塩を振ってもらって、次に胡椒ですね。味付けがね、できたら、皮面に焼き目をつけていきます。まずね、フライパンを温めてもらって、オリーブオイルをします。オリーブオイルが温まったら、皮面からね、鶏ももを焼いていきます。皮面はまずね、弱火で10分焼いてください。その後に中火にしてカリカリに仕上げていきます。弱火でね、10分焼くと、こういう風にね、いい感じに焼き色がつくので、そしたら余分な油をね、拭き取ってもらって、中火でカリカリにしていきます。余分な油があるとね、ちょっとカリカリになりにくいんで。トングで皮面をね、こう触ってもらうと、カリカリするのがわかるので、それができたら OK です。皮面がカリカリにできたらひっくり返してもらって、弱火でお肉の方にも焼き目をつけていきます。こんな感じにねきつね色に焼き目がついたら、余熱でね火入れをしていきます。余熱の火入れはだいたい3分から5分してもらえれば大丈夫です。できたら盛り付けに入っていきます。そしたらね盛り付けに入っていきます。まずサラダを持ってで、トマトを乗せて、あーかわいい、見栄えが良くなるように1枚でこんな感じに乗せちゃいます。うわー、めっちゃうまそう。これ葉っぱね。こんな感じでチキンステーキの完成です。早速いただきます。もうね、食べる前からもう俺の胃袋がこれはうまいっていうのをね主張してますよ。これマジで美味しそう。真ん中をね、皆さんにね、お伝えしたい。まあ、見たらわかる。もう見たらわかる。皮面パリパリの中身ジューシー。いただきます。うまっ。え、ここってシャレオツなカフェ？まあ、絶対滑った、今も。絶対滑った。狙いに行くと滑るんだよな、絶対。狙いに行くと滑る。うまい、これ。うん。皮面がパリパリなんですよ。うん。でもね、中もね、ジューシーなんですよ。これ、マジでうまい。写真付きレシピもね、概要欄のリンクに貼ってあるんで、よかったら使ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。